屋の中で一本ゲタ始めました。これ一本ゲタ、花森さんのゲタです。電話でさ、昨日さ注文したいと思ったらめちゃめちゃ聞き返された。もう私はね、心が折れたね。そんな跳ねてる。だからこのライブ812の配信はそれでも聞こえるのかな、電話だとダメなのかな、なんだかね、もうやだよね、もう電話。ソネタエコです。ソネイタエコさんですか、ソネアンタエコさんですかとか何回聞かれ、もう嫌だ、電話なんか絶対したくないって思ったよね。そう、この下駄はね、あの腰痛改善のためにだったんだけど、一本下駄ってつまりこうここでバランス取るだけしかないじゃない、おうちゃん笑ってる。だからこうやってバランスをずっと取れながら歩くことができる。で、大きな運動はできないからこうやってやると、うん、そうだから筋肉痛になります、足とかがね。で、まあ今バックに流れてるのは伴奏、歌ありがとうの伴奏だけど、まあ本当にね、歌が今支えてくれてます。笑ったよね。まあ良くなってきてる面は多いけど、まだまだ声はダメだな、残念だよ。なぜ声に残ったかって本当にね、いや、そう、まあでもやっぱ昨日無理したら今日こうなるんだなっていうのが分かったんで、もう少し無理しないで歌うことを我慢 しておきます。あ、もう早く歌いたくて歌いたくて歌いたくて歌を歌いたくて無限にさ歌えるんだったら本当ずっと歌ってたいよなって思って。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるように、そっとお願いした。時には雨も降って涙も溢れるけど、思い通りにならない日は明日なんだろう。ずっと見てる夢は私がもう一人いて、やりたいこと好きなように自由にできる夢。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。風の中を力の限り、ただするだけ、その距離を競うように、どう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ、心のままに、360日。はい、そうだから今日も、また歌う体を作るためにリハビリ頑張ります。皆さんもいい一日を過ごしてね。まだまだね、歌えないのが続いて、なんていうの、メロディーと音を重ねて一緒に同時に頭は歌えるようになったけど、声がないです。しょぼーんです。だけどなんかヘラヘラしちゃうけど、同じ辛さがあるなら笑ってた方がいいよねって本当に思う。
ね。あの日々の毎日とか、あの、うん、じゃあ今日はここまで。バイバイ。いい一日。